風よ、散れ。おお、ここが今回のイベント会場か。なかなか様になってるじゃないか。ザークの兄貴、安心しろ。たとえ天守閣にいようとも、必ずあの犬を見つけ出してみせるぜ。イットさん、あれはただの噂で。おっと、ダチコ、それにチビスケじゃねえか。やっと来てくれたな。会いたかったぜ。そうだ、こっちはフォンテーヌから来た音楽家で、ドボルザークって言うんだ。ザークなりぎ、こいつらのことは知ってるんだっけか。わあ、ドボルザークおじさん、お前も来てたのか。二人とも会えて実に嬉しいよ。去年の怪盗祭ぶりだな。息災だったか。まあまあだぞ。お前はなんで牛使い野郎と一緒にいるんだ。まさかこいつと一緒にイリデッセンスツアーをやってるのか。チビスケ、当たりだが、完全に正しいとは言えねえな。今回は普通のイリデッセンスツアーじゃねえ。俺様とザークの兄貴っつう実力者2人が手を取り合って開催する新たき命のロックイリデッセンスビッグツアーだぜ。新たきなんとかロックって、牛使い野郎もロックのことがわかるのか。ああ、牛使いロックって聞いたことねえのか。もももどこどこでーん。チビスケ、お前もダラダラと毎日を過ごしてる場合じゃねえぞ。自分だけのチビスケロックの道を探すんだ。ダラダラしてるのはどっちだよ。ただ噂を耳にしただけなんだ。以前鳴神島と渡積島の間で戦争があったようだが、これは確かだね。不遂な争い、ロックじゃないぜ。ああ、本当に気の毒なことに動物たちにも飛び火したそうだ。カラスやヨウリ、ホウトウイタチ、いろんな動物たちが怪我をしたとか。確かに動物たちに罪はないけど、その一番重要なのはそこじゃない気が。俺様たちロッカーにとっては全ての命が大切なんだ。いや、噂されている犬は人間のような立ち振る舞いだったそうだ。神出鬼没で戦場に現れては倒れてしまった動物たちを助けて一番安全な避難所まで連れて行っていたという。まさにロッキンサポートキングだな。そういうやつにこそアルタキアの仲間になってほしいもんだぜ。実は戦争真っ只中の頃、ちょうど離島にいてね、そこで噂を耳にしたんだ。その後それをテーマに歌を作って音楽祭を開催しようと思ったんだが、残念なことに出資者と意見が分かれてしまってね。その件なら俺様も聞いたぜ。海難にあったから予定を取り消したってことになってるらしいが、実際ただの言い訳だろうね。ああ、実際はテーマのリターンが低いと出資者が判断したからなんだ。それに何やら別のリスクも心配していたようだった。リスク？私も確信を持てないが、おそらくモラを持てば持つほど見えてくるリスクなのだろうな。俺様もそう思う。懐に余裕のあるやつはロックの精神が減るもんだ。ロックの精神ってなんだよ。何にでもロックをかけようとする精神に決まってんだろ。その理屈だとモラにロックをかけた出資者こそ一番ロックなやつってことにならないか。
とにかく奴らの役割はこの俺様が受け継がせてもらった。できもしないことを約束するなよな。牛使い野郎、お前は出資者になれるほどモラを持ってるのかよ。イットさんのことなら私は信じているよ。荒滝派はなかなか名の知られた実力のある組織として、奉行の方でも名前を控えていると聞く。そうなのだろ、ドボルザークおじさん。それ犯罪記録で名前を控えられてるんじゃないのか。荒滝派を舐めるなよ。今や俺様の言うことには三奉行だって耳を傾けざるを得ないんだからな。よく言うぜ、チビスケ。信じないっつうのかよ。三奉行の無敵兵士のことは知ってるだろ。ほら、トーマのアンちゃんのことだ。俺様たちは兄弟同然なんだぜ。それにあいつだ、天領奉行の大将、あの九条天狗。あいつと俺様は命を懸けた付き合いだって言っても過言じゃねえ。え、命を取られる関係じゃなくてか。そっちは確かに知り合いこそあんまいねえが、奴らの収入源はこの荒滝屋が罰金で支払ったモラなんだぜ。罰金？あ、税金だ。それにだ、三奉行以外の強者たちのことも忘れちゃいけねえ。例えば、例えば話題の札遊び名人アヤトとかね。南のアヤト、北のイットって言葉は知ってるか。さあ、俺様以外に稲妻でアヤトの兄貴の右に出るやつなんざいねえっつう意味だ。そんな言葉があるのかよ。それに屋台幸男にいた偉い狐の客人だ。ラーメン王選手権であいつの相手になれたのはこの俺様だけだったんだぜ。もっと言うと、天守閣にいるあの寂しがり屋の神を知ってるか。俺様が主催する祭りを見るのが一生の願いなんだそうだ。前回の豪華祭じゃ自分の将軍様が楽しすぎて我を忘れてしまうのを心配したのか、天領奉行が俺様をわざわざ呼び出して何日ももてなしてくれたんだぞ。お前ってやつはしばらく会わないと思ったらこれか。その勢いで将軍にでもなるつもりかよ、へっぽこ牛使いのくせに。多少誇張があったというのは分かったよ。だがイットさんは確かにイベント会場に関する問題を解決してくれたんだ。そこについては礼を言わないとね。こんくらいお安い御用だぜ。この素晴らしい会場は五郎の兄弟が審査を通してくれたからこそ手に入ったんだ。後で一緒にあいつに礼を言いに行かねえとね。お前五郎とも知り合いだったのか。そりゃそうだ、やつが帝国軍招待の大将だってことは前から知ってたんだが、まさか別の身分まであったなんてな。ひなさん。ひなさんだって？お前なん？いきなり大声出してどうしたんだ。あのな、ひなさんが教えてくれたんだ。前回の豪華祭で俺様は天領奉行にしてやられただろ。だから今回は会場を奴らの手の届かない場所に変えようと思ってな。例えばここだ。そんで俺様はひなさんに質問の手紙を送ってみることにした。渡辺島で祭りを開催するためにはどんな手続きが必要かってな。するとすぐに返事があって、渡辺島の大将に協力を申し出ればいいって書いてあった。そんでその大将の名前がまさに五郎だった。なんと五郎の兄弟は渡辺島全体の大将だったんだ。なんだ、びっくりしたぞ。そういうことかよ。お前大将なんて身分のやつがそう何人もいると思ってたのかよ。はあ、
そりゃ正体一つに一人大将がいるもんだろ。それは隊長だ。そうなのか。まあいい。とにかくヒラさんが教えてくれたおかげで俺様はやっと理解したんだ。めちゃくちゃロックだぜ。おっと、ダチコ、今思い出したんだが、この後ゴローの兄弟と約束があったんだ。例の犬の件について聞こうと思ってな。ってことで先に失礼するぜ。お前らは祭りを楽しむことに専念してくれ。犬探しぐらい俺様に任せとけって。祭りの最後を飾る予定の宴まであともう数日だ。会場はまだ完全に整ってないが、楽曲練習エリアと焼き炭で売りエリアの準備はすでにバッチリだぜ。ダチコ、存分に楽しんでくれよ。シャロ。はあ、イットさんは本当に太陽のように情熱的な人だね。旅人さん、パイモンさん、そんなわけだからまずは楽曲練習エリアへ案内しよう。ここだ。私が各地から集めた楽譜と楽器を置いている。フォンテーヌから特別に持ってきたホルンもあるよ。ここでならみんな思う存分お気に入りの曲を演奏できるはずだ。遊び疲れたらあちらに用意してある焼きスミレ売りエリアで一休みできるようになっている。イットさんの言葉を借りると、スミレ売りはロッキン芸術色だ。どうだ、試してみないか。おい、勝手にオイラに変なあだ名をつけるなよ。イットのやつ、もう遠くまで行ったよな。あいつに聞かれたらまずいぞ。ドボルザークおじさん、さっさと話題を変えようぜ。他に見どころはあるか。音楽愛好家をさらに招待して物資ももっと集めて会場をより華やかに飾ろうと思っているんだ。だがどれももうしばらく時間がかかりそうだ。あの犬のことを話すや否や荒滝派の人ではそちらに回されてしまってね。今は久喜忍というお嬢さんだけが計画通りに招待状を出してくれている状態だ。まったく、荒滝派と来たら忍以外に頼れるやつがいないんだよな。なんならオイラたちが手伝ってやろうか。忍の努力を無駄にしないためにも、今回のお祭りが変なものにならないようしっかり見守ってやらないとだろ。あ、本当にいいのか。本当に助かるよ。さっきの件だが、どこも圧倒的人手不足なんだ。ひひ、遠慮するなって。つまりオイラたちは音楽愛好家をいっぱい招待して会場を飾れるものを探せばいいってことだろ。ああ、もともとの計画では5日以内に全ての準備を整えて最後にパーティーを開くことになっていた。ちょっと待っていてくれ。やってもらいたいことをリストにまとめるよ。君たちにとってもその方が便利だろう。ああ、そうそう、追加情報だが、なんとイットさんは最後の日に舞台で歌を披露するそうだよ。うせつかい野郎、また一人で目立つ気だな。ふふん、オイラが舞台に上がったらうせつかい野郎なんか目じゃないぜ。きっとパイもマジでロックすぎるぜって泣き叫びながら逃げてくぞ。パイモンさんはかなり自信があるようだね。こういう人こそ舞台にふさわしいんだ。まあ言ってみただけだけどな。
それじゃあドヴォルザークおじさんもリストを書くのに時間がいるだろうし、オイラたちは他のところで待っててやろうぜ。ああ、二人とも会場を自由に回っていてくれ。すぐ済ませるよ。おっと、旅人にパイモン。予想外の客人と言いたいところだけど、それほど予想外ってわけでもないかな。さっきまで忍さんと話してたんだよ。もうすぐ君たちに会えそうな気がするってね。鹿の院同心はさっきから何度も君たちのことを口にしていた。強く願えば叶うというのはこのことだな。勘だよ、勘。肝心な時に決定的な人物を思い出すのが習慣になってるんだ。予想外だぜ。オイラたち以外の初めてのお客さんが平蔵だなんてな。天領奉行への招待状はなるべく早めに出すようにと親分に言われてな。親分は特別にサラと鹿の院同心を招待したんだ。なら、サラのやつはなんで来なかったんだ？きっと彼女は全くイットに会いたくなかったんだろうね。何せ招待状にはこんなことが書いてあったんだ。九条天狗、俺様と一緒に三五の宮のてっぺんで最高に燃えるロックスモをやろうぜってね。私がサラならきっと親分を三五の宮の宮殿のてっぺんから突き落としてやりたくなるだろう。そしたらココミもきっとサラを突き落とすんじゃないか。頭上で騒がれたらたまったもんじゃないしな。とにかくサラはやはりいい人だ。代わりにとスミレ売りを一箱送ってくれたんだ。いい人だって僕はあれには別の意味が込められてたと思うけどな。別の意味ってなんだよ。奉行所でスミレ売りを食べたくなければ私に喧嘩を売るなとか。なんだよ平蔵、そこまで深読みするほどのことじゃないだろ。お前ら確かスミレ売りを2箱持ってきただろ。ならもう1箱はお前からだよな。それにも別の意味が含まれてるっていうのかよ。もう1箱は奉行所のみんなでモラを出し合って買ったんだよ。僕とイットを逮捕したことのある他の同心たちとか、イットが監獄で作った友人たちとかね。だからこのスミレ売りの祝福はざっくり言うと、またいつでも遊びに来てねってところかな。親分には黙っていた方が良さそうだな。スミレ売りは届けたし、会いたかった相手にも会えた。僕はそろそろおいとましようかな。あれ、平蔵はお祭りに参加しないのか？安心して、最後の宴を逃す気はないよ。ただその前に離島でやるべきことを済ませなくちゃ。離島に行かなきゃいけないのか。探偵って本当に忙しいんだな。あ、そうだな、戦場で活躍してた人間について何か聞いてないか？離島から広まった噂みたいなんだけど。ああ、あの犬のことか。今回の音楽祭のきっかけとなったあれだよね。テーマと物語については忍さんから説明を受けたけど。そっか、奉行所なら何か内情とか知ってないかなって思ったんだ。でもそうだな、僕の経験からするとこれはただの噂話で、犬なんて存在しないと思うけど。おや、その表情、それでも気になるみたいだね。面白い。じゃあこうしよう、僕も用事のついでに聞き回ってみるよ。どうせ離島に行くわけだしね。もう気を使いすぎだってば。君が興味を持ってるものは僕も基本気になるんだからね。それじゃ
朗報を待ってて。またね。スカノイン同心は相変わらず自由気ままな行動派だな。さて、私も招待状を送る作業に戻らないと。なんといっても目玉は最後の夜の宴だからな。じゃあオイラたちも頑張らないとだな。そういや、リストの方はどうなったかな。二人ともお待たせ、リストができたよ。このリスト通りにやってくれれば問題ないはずだ。おお、バッチリのタイミングだな。これでオイラたちも出発できるぞ。手間をかけるね。気分転換に音楽を奏でたくなったら楽曲練習エリアまで来てくれ。そこでみんなを待っているよ。仕掛けの術は実に奥が深く、興味の尽きない技術であり、一言二言で説明。